はい。この動画では、Excel 2016から新しく追加されたグラフで3バーストと、 いいいいいうグラフのでですすね使い方ににつてて解説をしてみたいというふうに思いますでこの3番ストというグラフなんですけども、まあ、別の動画で紹介しているまあツリーマップですねこのツリーマップというのはデータの階層構造をまあ棒グラフで表示するグラフというものですでこの3番ストも似たようなグラフなんですけども、まあ、こちらはですねデータの階層構造をまあドーナス型のグラフでこう表示するまあグラフというものになりますで、まあ、言葉で説明するよりね、まあ、やってしまった方が早いと思いますんで、まあ、今回この表を使ってですねじゃあその サンバーストというグラフをですね、えー、作ってみたいというふうに思います。それではね、まずこのじゃあ表を、まあ、選択をしてもらってで、この挿入タブのところですね。で、こちらのボタン、動画でね、画面上で分かりますかね、この階層構造グラフの挿入というボタンですね、こちらをクリックします。はい、そうすると、この2番目のやつですね、サンバーストというのがありますので、こちらをクリックですね。 そうするとこういった形で、このね、ドーナツ型でこのデータの回想構造を表すグラフができましたということですね。はい。なんでですね、あのこういう、まあ今これはですね、この日に4月の1日はですね、この社長と会食と会議というのがあって、まあ、この時間の割り振りとしてはこのぐらいの割り振りにされてますよと。で、4月の2日はこうで、まあ、3日は会議がこう,こういう感じでありますよという形で、まあこういうですね、まあ今回このスケジュールの表を使いましたけども、こういったスケジュールなんかで、まあその回想のね、構造、そのボリュームが どのぐらいになってるのかっていうのを見たいときにですね、まあ、このドーナツ型にしたい場合は、このサンバストを使ってもらえればいいですし、まあ、棒グラフで表したい場合、こちらはまあツリーマップという方を、ね、使ってもらえるといいのかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。